皆さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。SDXL の環境構築、生成をとても簡単に行えるものが出てきましたのでご紹介します。こちらはステーブルディフュージョンやミッドジャーニーなどの画像生成ツールから良いところを集め、内部でサンプラーなどを最適化、シンプルな UI で生成を実行できる環境を提供します。基本的には SDXL のベースモデルのみ利用できるツールなのですが、動画で解説している手順を用いれば他の SDXL 用モデルにも変更可能です。早速環境を構築します。概要欄の URL にジャンプ、クリックヒアーとダウンロードをクリック。 7zip 形式となりますので、こちらも概要欄より必要なアーカイバーをセットアップしておきます。展開後のファイルを適当なフォルダにコピーします。下記のフォルダに利用したいモデルをコピーしておきます。ひとまずこのような配置にしてみました。あとは適当なコンソールにてランバットを実行します。これだけです。成功するとこのようなシンプルな画面が表示されます。まずはそのまま適当なプロンプトを記入しジェネレートしてみます。簡単なプロンプトのみで高品質な画像が生成されます。標準で2枚の生成が行われるのですが、生成速度もなかなか速く、複雑な設定なども一切不要で大変扱いやすいと思います。次に下のアドバンスドにチェックを入れると、生成フィールドの右側に設定項目が表示されます。パフォーマンス設定はスピード重視か品質重視かを選択できます。イメージサイズ、生成枚数などもここでコントロール可能です。こちらの機能がとても使いやすいのですが、イメージに適用するスタイルをボタン一つで簡単に変更可能です。同じベースモデルでもスタイルを指定するプロンプトによってここまで幅があるということですので、大変興味深いです。さて次にベースモデル以外のモデルへの差し替えを行ってみます。 UI 上ではモデルを指定して変更するといった機能は実装されていませんので、先ほどベースモデルを配置したフォルダを開きます。このようにベースモデルのファイル名をリネーム、検証したいモデルのファイル名をベースモデルと同じ SDXL ベース 1.0 に変更します。注意点は、UI 起動中でもこの命名変更は可能なのですが、起動中はメモリ内に読み込まれているモデルの変更は反映されません。 UI を停止させてからファイル名を変更するか、変更後に必ず UI を再起動しましょう。同じ条件で生成してみます。変更したモデルを利用して生成されているようですね。今のところ VAE の適用やコントロールネットなどには対応していませんが、詳細な設定を行うためのツールではなく、新しいモデルの検証環境用に利用すると良いかもしれません。今回は以上となります。過去紹介してきた SDXL 用の生成ツールの中ではトップクラスに簡単ですので、ぜひ環境を作って遊んでみてください。イメージスタイルを全部試すだけでも相当時間がかかりそうで楽しいです。今後も楽しそうな話題がありましたら、動画やコミュニティの方でご紹介させていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。